中村社長の姿がハワイにあった。ハワイですね。ワイキキビです。ここが今回ファッションショーをするロイヤルハワイアンホテルですね。実は今回ハワイで初めて開かれるリアルクローズのファッションショー、ハワイアンメイコレクション2013に日本代表のブランドとしてストーンマーケットがエントリーすることになりました。ファッションショーの会場はワイキキビーチのど真ん中、ピンクパレスの愛称で有名な超高級リゾート、ロイヤルハワイアンホテルです。なんと屋外にランウェイが設けられるという豪華なショーが着々と準備されていました。お、ここが、そうですね、ここがステージです。ステージ、ここがね、ロイヤルハワイアンなんですけど、はい、本当ロイヤルハワイアンが本当海に向かっての一番いいガーデン、はい、ここにランウェイができて、ここで明日はもうブワッと歩くって海に向かって歩くって感じです。なるほど、すごいですね。いや、これまたちょっと今までではね、ない本当ね、はい、また違ったちょっとパターンのファッションショーですね。結構すごい盛り上がるんじゃないですかね。ハワイでファッションショー自体がもう初めてみたいですから、本当すごいね、あれだと、みんなも本当現地の人もみんなですごい盛り上がってます、ね。ハワイアンメイコレクションはハワイで初めて開かれるリアルクローズのファッションショーです。日本のトップモデル海老原由里さん、押切萌さんをはじめ、藤井里奈さん、加藤夏希さん、4話さんといった神戸コレクションの常連モデルたちが登場します。さらにスペシャルゲストとしてあのパリス・ヒルトンも出演します。このハワイアンメイコレクションを見るために日本からハワイ行きのツアーが企画されるなど、前日からワイキキビーチは大勢のファンでにぎわいました。中村社長とアメリカという国は深い縁で結ばれています。もともと中村社長の原点となったのはアメリカ・アリゾナの地。アパレルビジネスで失敗し逃げるように渡ったアリゾナで、中村社長は天然石のビジネスに出会いました。その後日本で成功を収めた中村社長は、いつの日にかアメリカに恩返しがしたいと思うようになり、2011年に最初の恩返しとしてロサンゼルス・ハリウッドにアメリカ第1号店をオープンさせました。今回のハワイプロジェクトはその恩返しの第2弾という位置づけです。何と言っても俺はね、本当に途方に暮れた時ね、はい、アメリカに逃げて本当今の石っていうものに出会ってあれしたんでですね、本当に2年前に、その一つの恩返しとしてロスにお店出したんですけど、はい、本当海外から日本に、輸入したんですけども、これまた日本風、アジア風にアレンジして、はい、そしてまたアメリカに戻したいという気持ちはずっとあったから、今回のこのハワイのファッションショーもね、一つのまた恩返し的な感じで、ね、パート2って感じですね。そういう意味でもね、今回はあとハワイでファッションショーを行える、しかもその日本の本当選抜組、うちをやっぱり選んでもらったんでですね、やっぱりこれは本当恩返しも兼ねて、このやっぱしハワイからまた全世界に発信できたらいいなと。ハワイアンメイコレクション当日、いよいよファッションショーの本番が数時間後に迫ってきました。実は今回中村社長はハワイでもう一つプロジェクトを走らせていました。来ました、ハワイの海ですね、はい、それがこのウェイクボード DVD 撮影ロケです。実は中村社長は日本におけるウェイクボードの普及活動を熱心に行っている人物で、その一環として世界で一番かっこいいウェイクボードの DVD を作ろうと、日本をはじめ世界のトップライダーたちに呼びかけて、ここ2年がかりで撮影を行っています。そしてちょうど今回ファッションショーと同じ時期にハワイで撮影が行われていたのです。再びファッションショーの当日、ショーのスタートまであと1時間。ステージ裏の控室ではバタバタとモデルたちの準備が進んでいました。今回ストーンマーケットの天然石アクセサリーを身にまとうのはモデルの加藤夏希さんと国生さゆりさん。
国生さんのフィッティングに密着させてもらいました。あ、国生さんお疲れです。よろしくお願いします。 OK、 じゃあちょっと着ていきます。よし、まずは今日はブルーの衣装なんで、もちろんターコイズです。これは何？これはアマゾナイトっていう、ね、衣装です。アマゾナイトとアクアマリンが混ざってる。そしてこれでジャラッと、ほら今日はブルーと白でいきますよ。今年の流行りの夏に流行りのシェル、あとこれ、これ今回のコラボ商品です。ハワイアンメイトのコラボ商品、見て、ここにココナッツヤシの実がついてる。 OK。 そしてこれはアンクレットでいこうかね。これあれですよね、ストーンマーケットさんの一押し、ね、そうそう、一押しシルクアメだと、そう、よく分かってる。いろんな色があるんだよね。そう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 、ピンクとか。そうなんだよ、重ね付けすると可愛いそうです、言ってくれた通り重ね付けです。これは重ね付けですか？完璧、完璧です。はい、はい、OK です。よし、バッチですね。福岡の過去の時にも、うん、やっぱりあのストーンマーケットさんで歩かせていただいたんですけど、うん、今日もあの時はね、スタンディングオベーションでした。すごかったよ、本当にびっくりした。だってさ、うん、他の人が歩く時そんなでも全然なかったけど、うん、うわっとなったから、うん、今回のハワイアンメイもやっぱり、うん、思い切り、はい、頑張りたいと思います。じゃあちょっとこの一緒のパワーもごと頑張ってください、はい、よろしくお願いします。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。こちらはハワイのロコモデルたち、加藤夏希さんや国生さゆりさんの脇を固めてステージを盛り上げます。今回ですね、なんといってもですね、このシルクアミレット、うちのこのもうオリジナル商品なんですけれど、まあ本当インドではシルクをあの腕につけて、まあお守りにしてるんですけれども、それにまたうちはこういう石とかいろんなお守りのパーツをつけてつけてる。でこのシルクアミレットも紐で巻いてるだけなんで、もちろんブレスにもできるし、こういうふうに超過にもできるし、海入っても大丈夫、お風呂入っても大丈夫で、この場合はまあ本当普通のシティ的なあのファッションでも大丈夫ですし、まあいろんなところ巻いてほしいなと。あとまあ今回のこのハワイアンメイのファッションショー用に特別に作ったこのロコ用ブレス、まあ、何が違うかというと、ここにココナッツが入ってます。まあ、これをちょっとまあ今回のハワイアンメイのまあ本当コラボ商品として作ってるんで、まあ、これが必ず皆さん全部入ってると思うんです。なので今回はまあテーマはネイティブです。夕暮れとともに間もなくハワイで初めてのファッションショーが始まります。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に終わりました。はい、いや盛り上がったね。盛り上がりました。服はやっぱりファッションショーみんないっぱいあるけど、アクセルはなかなか出るとこないから、うちとしてはやっぱり、ね、アクセルでボンボン出していきたいなと思います。やっぱり一生ね、なんて言っても俺の場合は広めるというところから始まってるから、やっぱり一生広める意味でもやっぱり行きたいですね。はい、はい、まあ、いい感じでね、恩返しできたと思います。はい、やっぱりね、外国人でも会うのはよく分かったから、めちゃめちゃ今からもね、海外は本当どんどん出ていきたいなと思います。そしてやっぱりファッショナブルに一生広めていきたいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。